シロサイは、哺乳後期ヒズメづめ木シかサイ族に分類される木、ヒズメ類。本種のみで、シロサイ族を構成する。南アフリカ共和国。今後民主共和国、スーダン、南スーダンでは絶滅したと考えられ、チャド、中央アフリカ共和国では絶滅した。ウガンダ、エスワティニ、ケニア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、モザンビークに再導入。ザンビアへ移入。 東道町335から 420cm。ル、尾長50から 70cm。肩高171から 185cm。体重オス2000から 3600kg。メス1 400から 1700kg。最下最大種。メスよりもオスの方が大型になる。頭部には2本の角があり、分担部の角の方が長くなり、 最長160センチメートルに達する。粉炭が幅広い。幅広い粉炭は、地面付近にある竹の低い草を食べるのに適している。名前は、アフリカンス語で、幅広いのイノウィジドを、英語で、白いの,イ,イ,白いのイ,イがあるホワイトと誤解したことが由来とされる。死列は、急死上下6本ずつ、大急死上下6本ずつの計24本。幼獣では、体毛が見られるが、 成長に伴い毛は抜け落ちる。アッシュ、C.S. コットニを独立種とする説もある。サバンナに生息する。数頭からなる小規模な群れを形成するが、時に10から24頭前後の群れを形成することもある。オスは縄張りを持ち、決まった場所に尿や糞をすることより縄張りを主張する。オス同士では角を突き合わせて争うことがあるが、激しい争いになることは、まずない。 昼間は、木陰で休むか水場で水を飲んだり泥浴びを行い、白明治や夕方に食物を摂取する。食生は、植物食で、主に地面付近にある背の低い草を食べるが、この葉を食べることもある。繁殖様式は体制。妊娠期間は530から550日。1回に1頭の幼獣を産む。核は中華人民共和国で薬用になると信じられていたり。 中東では探検の柄に用いられる。しかし角の主成分は人間の髪の毛や爪と同じケラチンというタンパク質で、科学的に見て薬効成分はほぼ期待できない。核目的の乱獲により生息数は減少している。2007から2014年にかけて密量が急増傾向にあったため影響が懸念されている。1975年のワシントン条約発行時から、 付属書網に掲載されている。2012年における生息数は18,933頭。2017年における生息数は18,064頭と推定されている。アッシュ、北白菜は一時期生息数が増加したが、近年になり、生息地の正常不安、内戦によって、再び生息数が激減し、絶滅寸前とされる。 2006年8月以降、北シロサイの野生の個体は発見されていない。このため動物園等で本種の名前で飼育されているのは主に元足の南シロサイである。2009年に絶滅を回避するために北シロサイの繁殖プログラムが導入されたが、2014年10月17日に、このプログラムでの保護下にあったオス1頭が死亡した。2014年12月16日に、 米カリフォルニア州サンディエゴ動物園の北サイのオス一頭、2015年7月27日に、チェコ共和国のドゥブールクラローベ動物園のメス一頭、2015年11月22日にサンディエゴ動物園のメス一頭が死亡した。2018年3月19日にオルペジャタ保護区のオス一頭が死亡し、これによりオスが絶滅した。 現存する北シロサイは以下の2頭となる。日本では2020年の時点で最下単位で特定動物に指定されており、2019年6月には愛顔目的での飼育が禁止された。2008年における飼育個体数は750頭と推定されている。2018年5月21日、米カリフォルニア州のサンディエゴ動物園で南シロサイのメスが 人工受精で妊娠したことが分かった。発表した米研究チームは絶滅寸前の足北白祭の保全に向けた大きな一歩だと期待を示している。ありがとうございます。